こんにちは、ドラゴンドローズの橋本です。なかなかね、動画が上げられなくてすみません。出張したりオンラインのミーティングが過密になってて、なかなかね、動画を上げるタイミングが少なくて申し訳ないなと思ってるんですよね。今はですね、こちら長野県に、長野駅ですね、ちょっとまたトランジットで待ってるところなんですけども、ちょっとね、今日緊急で動画を上げようと思ってるんですが、というのはですね、令和4年の12月5日から登録講習機関の制度、そうですよね、国家ライセンスの型役を担う、実地試験を免除されるたびに、登録講習機関で、修了審査を受けると、その実地試験の免除が受ける、免除となるということで、あとは学科試験だけ合格すれば、国家ライセンス2等1等というものが取得できるというところなんですけども、この間ね、ちょっとね、いくつかの登録講習機関の方から、本当なのって、なんか花火が上がってますね。相談を受けて、いや、それはないだろうということで、その動画、どういうものかっていうのを、ちょっとね、注意したいなと思って、動画を上げさせていただきました。チャンネル名が、ドローン放送局っていう、なんかね、なんか帽子かぶってるおじさんが喋ってる動画なんですけど、どうやらね、なんか右の暗証のところにドローン検定かなんかの、何かマークが入ってたんですけど、まあそこはどうでもいいです。そのね、10月31日の動画で、結構適当なこと言ってるなと思って、あまりにもちょっといい加減なこと言ってるんで、まあこれは大きく間違ってるなということで、久々に動画を上げさせていただきます。そのドローン放送局チャンネルの10月31日になんかライブ放送かなんかやってるアーカイブを見たところ、まずですね、28分22秒のところでコースの作り方が登録講習機関によってバラバラっていう、この超曖昧な言い方ね、してますよね。それはね、バラバラかといえばバラバラなんですよ。例えば、指示されている区間、指示地点ですね、のコーンの色とかが違う、これはバラバラですよね。で、グリーンの場合もあれば、ブルーの場合もあるし。で、そういった意味ではバラバラかって言ったら、このおじさんが言ってることは、バラバラです。だけど、言い方から言って、さもね、寸法から何から異なってるというような言い方をしてるんですけども、それはね、測ってみなきゃわかんないでしょって。だから、勝手な想像で言うっていうのは非常に危険なことだし、そういうことを動画で YouTube で流して、ね、いろんな情報を入手しているところの登録講習機関の担当の方が、いや自分の考えと違うのにって思ったらやっぱり迷うわけですよ。そういったね、曖昧な情報を出すっていうのはね、とっても悪いことだなと思ってちょっとこれを指摘しました。それがね、28分22秒とかですね。それと28分43秒、国土交通省の図面通りに作れ、図面通りに作れって言ってますけども、あれは図面かどうかっていうと、そうでもないですね。いわゆる ISO や GIS の規格に基づいた図面の描画図法から見ると、それは到底離れている。ということで、図面ということで一般解釈から言うと、そういった規定に基づいてないものなので、いわゆる、ポンチェですね。ポンチェ、わかりますよね。工業系の方だったらポンチェってわかりますよね。に近いようなものっていうふうに私は判断しています。ただし、必要な寸法というのは全て記述されている。もしくは修了審査の告示等を見れば、その寸法というのが明らかに分かるようになっているので、それはちゃんと見てくださいということですよね。ということで、この28分43秒のところで言っている図面通りに作れという言い方はちょっと誤っているし、まあ、誤解を招くような表現だなと。それと、その後、シートで伸びませんか、冬場になったら縮みませんか、製造誤差はありませんか、毎回測ってるんですかっていう観点から見たら、これシートで作ってるから絶対性があるとか客観的な寸法が得られるっていうわけじゃないですよね。なのでこういったところも、もういわゆるそのちゃんと寸法を測った上で OK、NG ということのプロセスを踏まないでやるっていうのは、はっきり言って曖昧だし、まあ適当にやってるなっていうふうに僕からだと思います。そして最後、50分18秒のところ、屋外屋内の区分の方法、まあ、分け方ですよね。通過してしまう。ね、お、もう電車来ますね。はい。
いわゆるそのドローン、無人航空機が屋内においても通過してしまうような窓のサイズがあると、これは屋外になるって言いましたけど、あのね、情報が古すぎる。課長通達等をよく見てください。まあ、国土交通省、航空局、安全部無人航空機安全課の課長通達などを見ていただければ分かる通りに、通過してしまうことが屋外という判断ではないですね。逆ですよね。窓が開いていても、仮に通過しても安全措置が取られていて、通過してもすぐに戻せたり、通過しないような措置が取られていれば屋内というふうに感じる、というふうに判断するというふうにしっかり書いてありますから、いわゆるその航空法の解釈についての記述がされているところですね。もしそれが分からないのであれば、皆さん、メッセージ等いただければ、個別に、ここだよっていうリンクは貼らせていただきます。何分なかなかねちょっと時間が取れないので、そこまでちょっと以前のようにきめ細やかに、対応ができないっていうのは本当に申し訳ないんですけども、ただ一つこの、なんだ、定性的に表現する、まあ、できれば定量的に表現するというのが適切かと思います。この動画がいいと思っても思わなくても、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ちゃんと正しい方法で登録講習期間運営しましょう。それではバイバイ。Thank you.